紹介と脅威で天下を取るアキミロです。はい、今回遊んでいくゲームは PC 版の三国志9パワーアップキットです。ではやっていきましょう。新しく始める。で、今回やっていくシナリオは岐阜シナリオの264年聖職動乱、こちらになります。なかなかね、私もう関羽とか劉備とかが亡くなっている後期のシナリオは遊ばないんですけど、ちょっとこのね、ちっちゃい勢力でこの元曹操軍や孫権軍に対抗できるかどうかっていうのをちょっとやってみたくなったんで、こちらを遊ぶことに決めました。で、このシナリオはね、もう蜀は滅びているんですけど、劉禅自体は在野武将として健在です。脅威はね、劉禅を迎えて蜀再興を目指してるって感じです。ではこのシナリオで、ね、始めていきましょう。劉禅来たら紹介はどう思うんでしょうね。邪魔だと思いそうですけど、紹介は自分が王様に皇帝になりたいと思うん で登録武将は全部解除しておきます。難易度は上級、あとはモード史実で、あとは変更なしですね。で、多勢力部隊の命令は非表示、多勢力部隊の兵法も非表示、武将の内地にあり、ゲーム中の編集不可、こちらでやっていきます。 GO!これはボイスありの説明入るかな。てるー、これ聞くのも久しぶりだ。紹介、劉禅来たら暗殺そう。は紹介と当該を派遣し蜀を滅ぼした。当該は独自に統治を進めようとするが、紹介に阻止されてしまう。紹介は脅威ら旧蜀軍を併合し職で独立を果たす。本来はこれ失敗してるんですよね。紹介の野心を見抜いていた芝生は直ちに紹介討伐軍を再編。この機に職を奪おうとする後も五職国境に軍勢を集めた。めっちゃ狙われとるやん。捕獲されていた当該も窮地を脱して自立。これもイフですね。聖職は四勢力が入り乱れる激戦地と化した。職の旅はたまったもんじゃないな。これ西暦264年、魏の歓喜1年のことである。当該まで独立しちゃうなんて、まず私の目先の敵は当該かな。当該勢力を吸収したい。戦略フェーズ。我が軍の現在の状況は軍師が脅威、魏軍や当該軍などとは敵対関係、5と南蛮は有効なんですね。うん、5は仲いいのか。周りはどうなんだ。生徒3万5000、結構初めから兵数ありますね、3万5000と。で、武将は誰がいるんだ。知らない武将が多いな。脅威はわかりますけどね。あと紹介も。あと誰だ、純外とか全然知らないですけど、まあ、長所はわかるな。長欲もわかる。劉禅が在野にやっぱいますね。この能力めっちゃ低いですよね。で、下の甲州に4万6000で当該軍がいる感じですね。当該軍は武将7名か。統率最大で高いのは当該か。健康さんとか誰って感じなんですけどやっぱ知らない人が多いな。他は秋城か、指導も空いてるし、雲南、県内、孔子も空いてます。ただこの県内と雲南は取ると異民族のね、南蛮が攻めてくるんで、あんまり手出したくないですね。一応友好関係にあるって言ってましたけど、基本的に異民族って好意でも簡単に攻めてくるんですよね。せめて信頼まで行ってれば別なんですけど、となると今は目先はちょっと指導を取って剣閣まで取っちゃうか。その先は花房館も一応空なんですね。関所は守るのにだいぶ重要なんで、決めました。まず速攻指導を取りに行っちゃいます。在野も結構いますね。これはぜひ全員投与したい。やっぱ劉禅であってもね、いないよりは全然マシなんで。
修正は最低が84ですね。どうしよう、普段ね、初めからついてる尺印を外すことってあんましないんですけど、まあゲームのキャラとはいえね、もういきなり尺印外されると、なんでだよーってね、思うかなっていうのがあるんで。ただ、今回はさすがにちょっと相手の勢力が大きすぎるんで、金もね、あんまないんで、一回全部もう尺印外しちゃいます。給料をちょっと払いきれない気がする。で、改めてね、褒美をあげます。では早速東洋に向かわせなかった武将で指導に行っちゃいます。今回は戦うつもりはないので、ささっと2人の武将で行っちゃいます。ここ兵3000あるのか。城塞門も一応3000あるんですね。あんま兵が分散してるのは良くないんですよね。まあ、とりあえずあとは余った武将で徴兵一刻も早くやっちゃいます。兵ある程度持ってればね、敵もそう簡単に攻めてこないと思うんで、まず初めは東洋をやりながら徴兵です。はい、範囲だったかな。仲間入り、なんだっけな、なんとか生仲間入り、激生だったかな。長州は断られた。長州も断られた。真珠も断られた。利休も断られた。龍禅も断られた。結構断られるな。お、馬場くんは仲間入りです。お、利休も仲間入りです。龍禅、脅威で東洋行ったんですけど、断られました。はい、紹介軍が指導を陥落させました。これで2都市。長州さんもようやく仲間になってくれました。一応曹操軍っていうか曹営かからも引き抜き頑張ってるんですけどね、全く取れません。お、鎮守も仲間になりました。曹営じゃなくて曹官でしたね、今は。辛抱13 やべえぐらい低くねえか、曹官めっちゃ低く。で、五軍が、孫公か、辛抱123。軍師は陸公か。いやー、もうほんと知らない世代だなー。てか、当該の方が辛抱上だし、151って。すごい時代だなー、これ。面築城塞にある兵3000、ちょっと1だけ残して、指導に、もう移動しちゃいます。一応1残しておけばね、降伏することはないはずなんで。お金がなかったんで探索出したんですけど、アイテム発見してきましたね。おー、ついに龍禅が仲間になりました。もう俸禄払えないぐらいに金がないんですけどね、今。探索で金見つけてくれないと、どんどん忠誠が下がっていく。お、半剣も仲間入りです。おーっと、探索してたら、旅人に声かけられました。金銭要求しちゃおうかな。紹介だしな。今は金が欲しい。紹介勢力では何事もまず金なのですね。はい。ダミー瞬間が強まりました。お、金133も拾った。これでちょっと俸禄が払えるかな。他は全然見つからない。商売の許可、金銭要求。不信感は高まってるけど仕方ない。4月上旬になるまではね、お金が入ってこないんで、なんとか探索で武将のお給料を払えるように頑張ります。お、棟梁仲間入りです。やっと長将も仲間になりました。そしてなんか下動いてねえか。めっちゃ当該軍攻めてるんじゃない、これ。おお、戦ってる戦ってる。これはビッグチャンス。もうなんか左にも舞台見えるな。左に見えたのは当該隊の3万ですね。軍師の脅威が我が軍の領土に攻めてきましたっていうのを言わなかったんで、おそらくこれ右の A 案に攻めようとしてるんだと思います。どうしようかな。当該滅ぼしてもいいっちゃいいんですけど、落とさせて総監軍の都市を減らすっていうのもありなんですよね。
あえて放置するか。いや、この A 案だけ落とさせて攻守は我々がもらうか。そうすれば当該軍も滅亡というわけではないですからね。そうしよう。ちょっとこの部隊がもうちょっと A 案寄りに迫ったら我々生徒から出陣します。残る在野はもう王侯さんのみですね。他は誰も在野いません。しかしこの王侯さんは全く首を縦に振ってくれる様子がないんですよね。少しでも攻守との距離を縮めるために目の前の関所に兵数移しておきます。どうしようかな。あれ、脅威が帰ってきてないのか。ララララら、脅威を連れてくつもりだったんだけどな。セーラン持ちはすごいいますね。めっちゃいる。統率高い超欲さんがいいか。連動持ちも多いですね。すごいな。何なんだこの軍。連動に関してはプロじゃん。当該隊も A 案の方に到着したんで舞台出します。残念ながら脅威が今生徒に帰ってきたところなんで不遂感から出すことはできませんね。ちょっとここには連動のスペシャリストたちがいっぱいいるのでセーラー、そうだな、3部隊の3番でもう行きます。念のために一応生徒から5000のセーラーも出します。脅威たちです。ちょっとタイミングずれちゃうんですけど、まあいいでしょう。もうあまりにも精卵出しすぎたせいでお金がありません。再び探索タイムです。そろそろ A 案が落ちそうですね。あ、当該隊が帰ろうとしてる。これ A 案に援軍1万入っちゃうし、これは当該軍 A 案落とせず終了かな。我々もここまで来てますからね、向こうは戻れないと思います。連動前に出せーってこの距離で届いたの。連動だ連動だー。2連鎖でーす。次に攻守攻撃開始です。すごいなー、セーラン。この距離から届くのか。右からね、当該部隊が戻ってきてますけど間に合うかな。もうセーラン3部隊に耐えられるか。攻守左からね、一応5000のセーランも来てますけど、連動だ連動だー。いけー、打ちまくれー。センダル25威力聖書だー。これは相手ですね。はい、相手はね、岩も飛ばしてきてるんですよね、城の中から。連射だー。勝った1330。相手残り52でしたね。負傷兵が回復しちゃうんで次のターン数千にはなっちゃうと思いますけど、さあ攻守落としていきましょう。ちょっとな、当該軍生き残らせようと思ってたんですけど、もう仕方ない。はい、終わりました。紹介軍が交渉陥落させました。当該とかちょっと表に出てたんで罪扱いになっちゃうかな。当該軍は滅亡しました。はい、表にいた部隊は全滅。お、抜擢武将来ました。見どころのある兵士、統率抜群、武力抜群、知力有望、誠実気並みか。統率と武力高い人に師匠をしていただきたいですね。となるとやっぱ脅威か。脅威強えな、こうやって見ると。幻覚できましょう。幻覚だとね、もう極端なんですけどね、成功すれば強くなって失敗すると微妙みたいになります。当該が攻めていた A 案28394になってますね。さっき常用からね1万の輸送入ったせいだな。一応ここ取ればね、今の常用まで結構距離があるんで守りやすくなるんで、ここ次狙いたいですね。秋城に関してはちょっと金がもうちょっとね週に多くなってきたら
贈呈して信頼まで上げて攻められないようにして取りたいですね。今言っても多分ちょっかい出されるだけな気がする。かといってね、何番倒すにはまだまだ戦力が足りないんで、やっぱ目先はええやんかな。あとちょっと余裕が出たら剣閣花房館取って艦中から簡単に攻められないようにしたいですね。艦中も武将2人しかいないのか、なんなら傭兵館まで取っちゃうのもありな気はしますね。まあちょっと次回ええやんか艦中どっちか狙っていきたいと思います。ということで今回はここで終了です。最後によければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今のところは順調かっこはてな。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。